パラグアイ戦のスタメン。ハンダは怪我したのか、骨折だってよ。ハンダの離脱でサイドバックはかなり苦しくなったな。代わりにうちのが呼べたのはラッキーだったかもな。センターフォワードは藤尾で控え細谷ならまあまあ層が厚く感じるな。選択肢が2つしかないだけだろ。藤尾は五輪でも水かけるのか。アンカー藤田のバックアップ入るのか。過密日程だと最後まで持たないぞ。鉄人遠藤でも東京五輪の時バテバテだったからな。荒木はスタメンじゃないのか。まあスーパーサブでの活躍に期待。二等インサイドハーフは違うだろ。サイドの選手だよな。なんかオーバーエイジがいないとこじんまりしてるな。オーバーエイジじゃない久保ザイオン言う人もいないからナメクだな。とにかく初戦勝ってくれ。そうすれば突破が見えてくる。